ソウル特別市内の一イ手ウォンは、李氏朝鮮時代の駅員の一つ。現在は、韓国の首都、ソウル特別市立山区にある地区でもある。ソウル地下鉄6号線の伊テウォン駅、緑札幌駅、及び、観光地駅がある。住所の上では、イテウォン一道、イテウォン二道である。ただし、一般にはこの地域のランドマークである。ハミルトンホテル周辺地域を指す。アメリカ軍人、 外国人観光客が多く訪れ、1997年観光特区に指定された。韓国最初のモスクであるソウル中央モスクもイテオンに位置する。イテオンの語源は諸説があり、その表記も都市広ロイ,ンイテオンなど少しずつ異なるがポピュラーな俗説として、この地位が侵略軍の中屯地、または戦争中の混血児などが集まって過ごした。 土地であるカライハラインと名付けられたという説がある。だが、朝鮮王朝実録の清掃実録にはすでに、都市広ン都市マスインの表記が確認できる。近くにあった日本軍の立山基地は1945年以後、米軍基地となり、イテウォンは、アメリカ軍人相手の土産物売買や飲食店、売春婦本欠寺の町として繁栄した。現在、 韓国には3万人の米軍が北朝鮮との非武装地帯のために駐屯している。イテウォンはアメリカ人にとっては飛び地のためしばしばアメリカンゲットーと呼ばれる。東亜日報フェブラリー2520322時12分。ありがとうございます。